前田亜美は、日本の女優。東京都出身。オスカープロモーション所属。女性アイドルグループ、AKB48 の元メンバーである。かつては、ブレンデンを経てアックス、フロスーに所属していた。2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2016年、2020年、三人姉妹の、次女。左の字で、 偏ることなく、すべてに優しく思いやりのある子になるようにという思いを、込め、母と姉の名前から取り、アミと名付けられた。チャームポイントは濃い眉毛と長い手足。小学生の時、眉毛が元でいじめにあったこともあるが、クラスメートが細く反っていても、自身はずっと反らないままでいた。ファンから、眉毛の子などと呼ばれることに対しても、名前が覚えられなくたって。 眉毛で覚えてもらえるっていいことだよねと語っている。2013年に日本公開されたアニメ映画、シュガー・ラッシュに登場するキャラクターのバネロペフォン・シュイーツに似ていると話題になったことがある。日本テレビ、ZIP でも取り上げられ、番組では配給会社であるオルト・ディズニー・ジャパンの担当者へのインタビューが紹介され、アミがバネロペに似ていることが、 興業成績に影響を及ぼした可能性について言及された。この番組には本人もインタビュー出演している。憧れのモデルは長谷川淳。加入当時はなかなかダンスが覚えられず、レッスン中に叱られ、帰り道で涙したこともあったとのこと。同期の小森美香のことを相方で大事な存在、親友と述べており、 小森の卒業、引退後も交流を続けている。大家静香や指原里野からは妹のように目をかけられており、大家は挨拶の仕方から教えてくれた恩人、指原については、サッシーがお母さんとも言うほどで、アミのブログにおいて指原とのツーショット写真がたびたび掲載されている。尊敬する AKB48 メンバーは宮沢さえ。憧れのメンバーは、 前田敦子、女優志望。Google における AKB48 グループの部活動では美術部に所属2012年に開催された AKB 美術部展覧会学だけ立派ですいません。で絵画を出品した。2010年に発売されたシングルポニーテールとシュシュのカップリング曲で自身が 松井玲奈と共にセンターを務めた楽曲、盗まれた唇が発表から約4年後に行われた AKB48 リクエストアワーセットリストベスト2 0 2 0 1 4で62位に初ランクイン。さらに翌年の AKB48 リクエストアワーセットリストベスト10352015では23位にランクインした。ありがとうございます。